では今からテストをします、はい、いいですか。あなたがご存知かどうか両手を開いて伸ばして目を閉じて、はい、いいですか。何か感じませんか。何か乗っかってますか。目を開けてください。おっ、こんなに大きな塊。これ何ですか。アイダダックのダウンです。これは北極圏にあるアイスランドのアイダーダックのダウンです。いや、僕も今日一日ずっとあの羽毛を触っていて、羽毛の感覚っていうのはもう手にまだ残ってるんですけど、なんか今全然あの違います。浮かれたっていう重さが感じられなかったんですけど、そう、これと今日ご覧になったダウンとはちょっと違います。これは一緒にくっついています。はい、今朝ご覧になったダウンは一つ一つ飛んでいきます。でもこれはまとまっています。北極圏は風が強い上湿気があり雨が降ります。このため樹木がなく草があるだけです。だから本系ワタガモは産卵の時大きな木がないため草の中で産みます。その際これを使うのです。自分の羽毛をくちばしで取ってその上で孵化させるのです。すごい羨ましいですね。この中であの孵化できるってことですよね。そうです。でもこれってすごいじゃあ貴重で、例えば1年にどれぐらい取れるとかってのはあるんですか。これは夏だけです。ただ夏に誰でも取れるわけではなく、動物保護協会から認められた人しか手に入れることはできません。いや僕もこれ、いや全然見たことないんですけど、本当に今までの羽毛と全く違うものですね。本当に持ってももっと軽い、はい、軽いでしょ。持ってるとすごいあったかいのがすごいすぐ伝わってくるんですよね。本当にこの中で孵化できる鳥、なんかすごい羨ましいですね。僕もこの中でずっと生活していたいんです、基本的に圧縮すると体積は600倍に達します。いや本当にこう圧縮してすぐ戻しても本当にこんなに大きくすぐ戻るぐらいすごい弾力もあって、だって重さはどのぐらいあるんですか。10グラム未満です。いや本当に持って全然感触がないってことは多分、ゼロにも近い重さだと思うんですけど、本当に重さが感じられないぐらいで、いや本当にこれ貴重で高価だっていうのは本当に触ってみると絶対分かります。皆さんこれ本当に触っただけであの柔らかい感じと温かさ、本当に何ですかこれ、一瞬でもう本当にここがあったかくなる、はい、基本的にアイスランドは零下40数度です、はい、もしこれがなければ鳥だって生きてはいられません。小鳥はもちろん、例えばこれを使ってあの掛け布団を作った場合にはいくらぐらいでできるんですか。これは非常に高品質で表布に最適ですから50万ぐらいですね。いやこれであの掛け布団を作ったら50万元だいたい日本円で200万円近くするそうなんですけど、もし本当にこれであの掛け布団を作れるなら本当にもう布団から出ない生活、それでもう本当に引きこもり状態が続くと思いますね。いや皆さん信じられますか。これでも本当にこんな軽いものであの寝られたら本当にあったかいままでも全然何も圧迫感がないままで寝られるので、もしあの作ってみたい方はぜひぜひ